これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。きっと無事だって。でもうち七番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により3年、5年、10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが早急に進めてほしい。何か質問があるものは？なければ統括が戻るまで待機だ。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やばいか。
ねえ、侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え、他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね。ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん、他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ？白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。たら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おうわっ。
まずは、いや、それよりも、やはりこっちの方が、なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。てくれ、私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ？ほう、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。容赦は無用だな。
か？さあ行くよ。この。Thank you.
五条王女。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。だろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。当たれ！気をつけてね。待ってました。やってやる。